いくわよ。スマートフェイスクリームはアメリカの最新研究の成果。天然エキス配合で特異性ナノテク B12 ペプチドが大量に含まれている。へえ、両側のこめかみ、こめかみ。おっそすー。完璧な一日。続き、いきます。マイクロペーサー、どうぞよろしく。さあ、19回目のループでございます。ある程度願いが叶ってきたので、あともうちょっとだとは思うんですけれども、サイドミッションはまあともかく、メインミッションをなんとかクリアまで頑張っていきたいと思うんですが、こんなに難しいゲームだとは思ってませんでしたよ。この辺はもう早送り。これで、あと、多分カウンさんのやつと、カウンさんのやつと、クズエジのやつかな。同胞、それと、やんな。完璧な一日はおそらくサイドクエストをやれってことなんかな。クズ親父を狙うべきか。カウンさんちょっと久しぶりについていきたい気がせんでもないんですが、カウンさんはずっと泣いていった。ついていけばいいんかな。とりあえずっていうか、カウンさんについていくルートってどうやねんだっけ。昔もっとなんかなかったっけ。でもって前回おじさんのルートでお金も使い果たしたから、ちょっとお金も取りには帰りたいのよな。そんなところではございますが、仲間はもう全部いけたでしょ。で、彼女、これが多分まだやねんな。肝心の第一歩は裁縫が言っていた願いのページのアルミニウム。カードを受け取ってくれない。彼女と一緒にこの一日を過ごす。朝10時、カウンさんは喋ってくれないみたい。8時に彼女を追う。8時のこの時点ででも追えなくない？反逆度が4個いる。雑貨店にある。雑貨店にある。反逆度は大丈夫や。大人の事情、これはもうクリアしたやつやろ。大丈夫やんな。これもクリアしたいな。でクズ親父、アルミニウム。アルミニウムは俺は今持ってるけど、クズ親父に10時に雑貨店の外で前進させる金属、もっと早くアルミ鍋を渡す、8時にフルデラ。やることいっぱい。ちょっと待って、カウンさんにこれついていくとしたらどうすればいいや。歩いてったら追いつけんやったっけ。なんかさ、昔はまっすぐカウンさんについていくルートみたいなのなかったっけ。ハラミツ、前の晩戻っても知らないもんな。登校時間に巻き戻し、スキップしたらあかんのかな。これでスキップをせずに、こうするともう一回目覚めるよね。おーい。こっからやな。もう一回ちょっと見てみよう。ゆっくり。で、寝るって言われて、ここを寝たくないってやると、天井に這い上がり。で、賃料。で、俺起こされて、はい、宿題の答え書くき、知ってるけど
久しぶりにお前の名前出てきたな。絶対出ない。ちゃんとかばってやろう。何を口こもっているんだ。この辺でできることなんかあるんかな、他に。でとりあえずカウンさんが来るでしょこの後。来ました。で泣いてんやな。寝坊しました。泣いてる。うるうる。でこっからベートーベンはじゃなくて、で謎の下校。皆さん気をつけて帰りましょう。朝のあれごときで。実はなんかあんのか。で休み、休みだ、本当に休みになった、完璧な一日の始まりだっていうスタートやでんな。さよなら。僕は今日は、マジ信じらんねえ、休校、休みだ休み。それで総研くん来るねんな。あれ、じゃあやっぱカンさんについていくっていうのはもう無理なのか、それともやっぱブラブラするでいくんかな。同じ流れになってるな。クズ親父のとこ行こうぜ、ゲームトイカラーを。いやもうその願い叶えだったや。今それじゃねえんだ。おい、さあどうするかな。カウンさんに追いつくっていうのがやっぱないよね。フルデラ、あったあるあるあるあったわ。これか、よかったよかった。これで追いかけよう。今日こそカードをカウンさんに渡すんだ、願い。あ、ちょっと待って、ゆっくり行こう。なんかちょっと変わった前と。あれ、どうやって追いつくんやったっけ。カウンさん、このままこっちでいいやったっけ。カウンさんが住んでるのは百姓銀行の家族寮。全然違った、あっちの方ね。こっちから行ったろ。こっちで間違いない。早足、誰かいる。あ、おじさん、どいてもらえませんか、タバコ好きのおじさん。あー、あったね、そういえば。だいぶゲーム序盤やったから忘れてるわ。あ、そうそう、奥におっさん倒れてたな。うん、理由は俺も知らん。おかしいな。お詫びするよ、すまないね。君胸元につけてるそれ、あれ、ダブルかい、ダブルのバッジのことかい。いや、なんでもない、どいてよ。縁があったらまた。あれ、意外となんかまだできることあんのか。追いかけるカウンさんだ、見間違いじゃない、近くにいる、この賑やかな町に。何を言うとんの。いる、どうする。これは別に追いかけよう。どっちも試したことあったよな多分な。カウンさんだ、カード渡したいだけなのに。追い続けて、前よりステータスは上がってるぞ。あ、バレた、ならついてくれば。緊張した、気づかれた、なんか歌流れた。カウンさん、これは謝っとけ、ごめんなさい、緊張した。じゃあ何のつもり。僕カード渡したいんです。僕、渡せそうやで、渡す。
今もうすぐ花火はまだ見てないもんな。なんかでも大したこと言えなくない？ここのやつをもっとなんか言葉やっぱ覚えなクリアにならへんのか。これでいい、絶対無理じゃん。カードあげる。取り出そうとした。陳力何がくれるの？今は何も欲しくない。帰ってきた、すぐ帰ってきた。せっかくカード渡せると思ったのに機嫌が良くないってことは、やっぱあの夜にしか渡せへんってことやんな。家着いたよ。あなたももう家に帰って。行ってしまった、取り残された。なんかでもあれ、願い達成したぞ。カード渡せなかった、これをじゃあ一応やっとかなあかんってことでいいのか。太っちょ、あおかしいな、裁縫かい。なんかでも達成したぞ。必要なループなんかなこれ。腹三つ、やらへんやらへん。あーでもなんかちょっと増えた気がする。完成ってなってるわ。ってことは必要な手順やったってことでいいのかい。これもこれでカウンさんと会うには、カウンさんが10時、あれおらへん、あれ前、あれ前本屋とかにおらへんかったっけ。10時になると消えるな、カウンさんが。前会ってないからかな。書店、うわこっから何しよう。やべえ、ブルデラブラブラ、家には帰れないとなるとブラブラにしよっか。むずいな、相変わらず。本屋行く、晴れてるのになんで太陽が見えないの、寒いな。横書店、ほらあそこにカウンさんいるよね。新式本屋だから見たことない本がいっぱいだ。カウンさんもここに来るの？いや、奥おる。もう少し近寄る。もういること分かってるやんけ。あー、このおっさんがなんか言ってた名前な。おじさん、よく見るとあのおじさん、この本がない。両方隣の家のおじいさんやな。じゃなかったっけ。我々は不機嫌、名実相伴う。あれ前なんか俺渡さんかったっけ。ここで雑談、我々は不機嫌、どんな本、新刊コーナー探せ。全く話にならん。雑談、そして我々は不機嫌。前これ俺でも渡さんかったっけ。第一次接触、英会話、これは違うな。やからこれか。うわ、金あるか俺今。レジまで持っていった8元、4元しか持ってないや。あー無理だ。無理だ。金いるわ。あ、ブル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 。違う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 。腹三や。金いるわやっぱ。友の商店にいる。
場所変える。そういうことかい。結局金いるんだね。誰？あ、なんか人がいる。あなた誰？何この人、初めて見た。あれ、1号門のりょうくんじゃない？2号門のりくおばさん、今日学校に行ってないの？ここに来て初めての人出てきた。また今日学校休みなんだ。休み？ちょっと出っ張らんかな。じゃあなんで今朝扉をノックした時留守だったのかしら。あれ、おばさんが朝来てたん？なら直接りょうくんに教えるね。ふふ、おばさんが再就職したって知ってるよね？うん、知らん。おばさんは今営業部長やってるの。あら、出世したね。今すごく不思議な商品売ってるのよ。なんか詐欺の匂いがする。一瞬で成績を上げられるの。でもその前にテストをしなきゃいけないの。りょうくん頭がいいから絶対できるわ。どう？なんやろ、テストやれってか。はい、ちょっと頑張ろう。新しいサイドクエストかよこれ。もしかして隣の門に住んでるリコーボさん、男に逃げられて仕事も失ってかわいそうな人なんだって父さんが言ってた。父さん、行くわよ。スマートフェイスクリーム、アメリカの最新研究の成果。天然エキス配合で特異性ナノテク B12 ペプチドが大量に含まれている。へえ、両側のこめかみ栄養成分は脳の皮質まで届いて。嘘つけ。脳細胞活性化し精神のストレスを緩和できるのよ。怖。試験はいつだって満点。いい中学校に行くのも夢じゃないわ。今言ったこと覚えた？覚えた。はい、なら質問よ。このクリームのメーカー、スマートフェイスじゃなかったっけ？スマートフェイス、よく頭いい。スマートのフェイスクリームだって勘違いしてる人が多いわ。そうなのね。はい、第2問よ。スマートフェイスクリームには何が大量に含まれている？ペプチド、ナノテク B12 ペプチド。やっぱりよく頭がいいわ。おばさんが言ったことちゃんと覚えたのね。やるやろ。はい、これはもともと168元のスマートフェイスクリーム。高い。人を賢くするだけでなく落ち着かせることもできるの。今ならたった48元。よく1本買ってみない？48元持ってるかい。買ってみる。買うよ。まあ、りょうくんったらいい子ね。それにね、子供を持つ家庭はみんなこのクリームが必要よ。なんでやねん。りょうくんがおばさんからクリームを買って一本他の人に売ればおばさんから50元もらえるわ。ああ、なんかネズミ講の匂いもしてる。もし買った人がまた他の人に売れば、まあルールは箱に書いてやるわ。そんな簡単に？そうよ。本当に棚からボタ持ちなのよ。お金が足りなくて。あ、竜先生の言葉役に立たないじゃない。子供は言うこと聞くものよ。売る相手は間違ったかしら。まあ、本気で営業を子供にしてきたらやばいもんな。おばさん安くしてあげるわ。値段のせいかしら。去年の借金をこれで返さないと。リコおばさんは急に僕を無視してブツブツ言いながら去っていった。なんか願い更新されたし。ちゃうね。俺がやりたかったのは戻りたかって。これサイドクエストまだまだあるんじゃない？多分そろそろ時間だ。お昼なってもうたらあれか。あ、ボタン持ち出てきた。じゃあこれはこれで持っといた方がええんかな。お昼はでもおとんがいるから、いや逆にこれはこれでこのループをちょっとそういう回にした方がいいかもしれんな。さあ帰ってまいりました。おばあちゃんね。おばあちゃんも午前中になんかできるっていう話だったけどさ、これちょっとハラミツじゃなくて普通にループしよう。なので一旦お父さんと飯食って、
だから家におらなあかんやんな。願い完成、大金持ち、なんか書いてた、完成したわ。ここの10弦とかをだから一応手に入れるループをまたやっとかなあかんってことやんな。10弦このループが必要になるとはな。飯飯飯、はい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 、どうぞどうぞ。お疲れお疲れ。ん、何も見つからなかったよ。もうあなたの願いは叶えてあげたでしょ。なんか喋れることは、あ、リコおばさんいたよ。父さん、今朝リコおばさんに会ったんだ。隣の門のあの人にはかまんな。いいな。あの人フェイスクリームがなんとかって頭のネジが飛んでやがる。頭のネジ、まあかわいそうな人だけどな。本も新聞も読まないからこうなるんだ。新聞を見たらリコおばさんは助かるんだ。新聞読めってか。まあいろんな知識手に入ると思うけど、昔のおじさんを思い出すわ。近所にいたわ、そういうおじさん。新聞読め読め、めっちゃ言ってくる人。おいしい、あ、おいしい、やめたか。オッケー、とりあえずまあまあまあ、ここは進むしかねえわな。で、おじょ、いってらっしゃい。よし、街ブラブラと、あとは家か、家に戻っとかなあかんやんな。なんか新しいの他もっとないのか。瓜花西駅で周り見てみる。アルミ製品庫、いやでも何も増えへんな。確認したことあるのばっかりやもんな。宗建の家、博士何でもしてる。宗建の家でご飯、ああ一応全部持ってるもんな。面白いことはない。どうやってあと他のやつ見つけんやろうな。なんかまだあると思うんだが、行ったことのない場所が。終わっちまった。まあまあいいでしょう。とりあえずは家に帰って、どっちにしろ金を手に入れるループが必要にはなってくるから、またやらなきゃいけねえんだな。鍵とか全部持ってたよな俺な。今扉に鍵がかかってて金色の錠前がついている。中から変な匂いがする。焦げた匂い見て、あれ入れへんのか。あれ鍵ってどうやって手に入れたっけ。やばい、今回のループが前おとんとおじさんのパートをやってたことによって何もできんくなってるぞ。書類袋、あ、そっかそっか、おじさんのやつをだからもう一回やらなあかんことになってんのか。物語大会、もう一回手に入れなあかんな。じゃあやば、20分かかる。もう面白いものはないか。しばらくってことは完全にこのループ今回の捨てなあかんな。2時間勉強せ。なのでもう一気に4時まで来たけど、もうやばいな、もう一ループせなあかんちゃう俺。金が手に入らへん。朝10時に振り花西駅を出たそうだおばあさん。裁縫を殴る、そういえば裁縫を殴りのやつはループを続けまくるしかないやんな。でこのクリームを買ってあげるにはまたご祝儀
手に入れなあかんから、サイドクエストを達成しよう思ったらまだまだやらなあかんことあるんじゃの。ブラブラと雑貨店、雑貨店でパンダが売ってる。ばっちゃん、ばっちゃんなんか遠いとこ見てる。景品交換キラ、20枚も集まんのか。買い物、パンダなんて売ってへんよね。パンダどうやって買うんでしたっけ、おばちゃん。パンダ売ってないな。おばちゃん、また来てねじゃなくて、なんか午前の商品とあれ入れ替えてくれる時なかったっけ。だ、あ、ダメだな。おばちゃんダメだな。お金はちょっと今もったいないから買えへんな。もう、もう一回ループしてもお金は見つからへんもんね。ペローン、むず。周りを見てみる。カウンさんの帰り道覚えたもんな。自分の家、雑貨店も場所としては入手済み。カウンさんも入手済み。学校へ、これ一回捨ててたからか。僕の家はここ。こうやって場所を手に入れるしかないのか。ポッポン、なんか行ったことないのが出てくればいいんやけどね。周りを見てみる。楽屋も行ったことあるもんな。マグショク、マグネット食堂っていう意味やったんや。もう前行ったし、特になし。適当に回る。特になんもない。無事な友乗り商店でいいのかい。周りを見てみる。友乗り商店、あ、パンダあるやん、あそこに。パンダはやっぱ雑貨店に行かなあかんのか。パンダお持ちですか。あいつ、少年級にいたあのパンダは関係ねえのか。あ、もう終わった。いや、ハラミツをちょっとしたい気もあったけど、こいつんち行けへんな。ハラミツするとあかんよね。あれすると今まで経験したことがまた意味なくなってまうから、非消耗品、使用すると指定の時間をスキップできる。これ使ったらいいか。遊ぶ、広い場所に行こう。力加減が大事だよ。よーい、何これ。あ、そんなゲーム性なの。4時間スキップ。あ、遅くなってきた。ここいい感じだ。4分ぐらいスリープできそう。それはすごい。ハイパーヨーヨーでもそんな、こんなに長くスリープできるなんて、僕って強い。夜の時スリープしながら公園に行った。まだまだスリープできるけど、僕もそろそろスリープ、うん、おもんな。やっぱりしまっておこう。ドゥルルルルルルル、22時。本当に4時間スリープして、あれ4時間、カウンさんに教えないと。あ、こういう時間の飛ばし方もできんのね。あ、ハラミツせんでええやん。じゃあなんか推理タイムってなった。何が。ヨーヨー初めて遊んだから。あらあらあら、でもいっぱいループしたことによって多分まだ俺全部引き出しに入れれるね。ああ、これができれば最強。
ちゃんと入れる。OK。終わった。でもなんか、あ、ほら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 。一応ああいうちょっとしたものもやっぱフラグ立てる必要があるのか何なのか。戻らなくてよかったってことやね。だからね、これでね、不完全だった、不完全だった。でも大丈夫、これは必要なループな。これで一気に20日目。こうなるとでも今回のループもフラグ立てるために多分動いていかなあかんよね。お金をとりあえず手に入れたけど、今回のループは、いや、じゃあお金をまだ全然、あ、何これ、貪欲で愚かなガイア人よ、諦めろ諦めるのだ、君らは失敗に終わる。誰喋れる、あなたは本当に喋れた。夢の中で私が誰なのか問題ではない。完璧を求めるガイア人の努力は失敗に終わらなければならない。もっと早く失敗するためにアイテムを交換したまえ。あったらなんか、あー、そっかそっか、もらえんのか。え、もらったことあるやつばっかじゃないこの辺でも。電池、この辺のアイテム持ってるよね。封筒、工場の鍵、何が交換できるんだろう。これ俺が持ってるものを渡すのか、これだとしたら嫌なんだわ。失敗のチャンスを諦めるというのか。え、もっと早く失敗するためにアイテムを交換したまえ。やからいらんもんあげんやんな、やっぱな。これあげようか。ダッシャー01号、ダッシャー01号失った。てんてん、ガイア人をこれと交換する。なんでやねん。これはまた会うことになるだろう。なんじゃこいつアイテム交換ランダムでしてくれるってことやんな、やっぱな。ね、一気に21日目の1日経っとるね。前にもあったよな、あいつな。やべえやつや、相変わらず。で、眠い。ここだからもう飛ばして、でカウンさんについてってもあかんにゃん。やから、まず一旦家帰って、物を集めなあかんのよな。ってことよね。雑貨店に行かなあかん。ちょっと やりたいこといっぱいやな、ここに来て。まずはでもお金を手に入れとかなあかんやろ。親がいない。あれあれ、この時間、あれこの時間に鍵があるんじゃなかったっけ。挨拶しない。あれどこで鍵手に入れたっけ。銀色の錠。あら、この時間じゃなかったっけ。金色の錠前。変な匂いがする、焦げた匂い。あ、やばい、意味なかったか、俺ここに来た。8時は違った？ヨング兄弟。違う。あれ？
どうすりゃいいやったっけ。鍵がねえ。じゃあ勉強する。ああもううるさい。失敗か。はい、はいはい。やーべえ、フラグの立て方がちょっとわからんくなってるぞ。俺なんもできんくなってる。部屋にも入れねえし、勉強するしかないか。僕は2時間勉強すると決めた。止められない。あれ違ったっけ。ってことはこの時間か。10時に帰んのか。もう少し家にいよう。あれあれあかんな。マジでどうやって、どうやって手に入れたっけあの鍵。誰か聞く。ドアが開くの待つんやったっけこれ。隠れて。やばい、入ってきた。あの人が鍵置いてくれたっけ。まだいるっぽい。盗み聞き、盗み聞き、盗み聞き。まだいる。いける。2分経ってる。泥棒、これで鍵置いててくれんやったっけ。ああ置いてある置いてある。こういう流れか。めっちゃ忘れてるわ。これでここも開けれるし、ああ入れるようになった。こういう流れでした。あの鍵一回取ったのを機に捨てるなんていうことをせえへんかったもんな。よし、これで。高いな、震える。頑張れ。ゲッチュで、もういっちょ、さらに。ってことはこのループ何回もせなあかんじゃん。はい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 。いや、もうないよ。もうないもうない。はあ、いけたね。もう、でも、この謎の物体なんなんやろうな。俺のやり方未だわからず。でもこれで、50元はゲットできたから入れたらあかん、入れたらあかん。結局このループをだから絶対作らなあかんやんな。誰もおらへんもんな。じゃあこれでもうあとは時間経過させるだけ。必要なフラグが多すぎやせんか。ああかっこよくしとけ。でお昼なんだが、マグ食。ここ家以外って選択肢やっぱないやんな。家でご飯食べてから雑貨店行くか。パンダなるものが見つかるのかどうかやな。かっこよくして。顔はどうしようもないけど髪なら、うん、ここはこう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 。なんか新しいこと起こらんか。母さんは知らない。願い改正、大金持ち。それは前完成したことあるやつも多分あれなるってことやんな、おそらくな。はい、終われ。もうない、見つからん。時間経たん。まだか。 OK、 何も見つかってないよ。おいしくないよ。もう食べれないよ。はい、OK です。いや大変やなマジで。で雑貨店、
午前の商品にしてってやったら、いやでもパンダなんて売ってないよな。ないで。辛口スナック違うもんな。パチパチなんちゃら。あれ、おばちゃん午後の商品に変えてってやっても別にパンダなんてないもんね。あれ、嘘情報、どこにもパンダなるものはどう見ても売ってない。ウルトラマンをパンダなんて言うわけないもんな。あら、そうなるとここに来た意味がねえんだが、おばちゃん。あれ、時間経っちまった。アルミ製品工場のあのハテナは多分クズ親父のやつやろ。クズ親父を狙っていけば多分そんな感じのことになるんだと思うんだが、ここはじゃあ本屋行って見つけとくか。ダンスホールとブラブラ、これで本の海にたゆったう、もう先に買っとこうか。これレジまで持っていった。8元です。使っちゃおう。本当に使っていいじゃないと無理やもんな。謎のお札を失った。リュックにはまだ謎のお札4枚ある。ああ、なんかステータス上がるのを予想できる。全部使え、全部使っちゃおう。50元ゲットってことかい。そういうことやね。ふうじゃなくてゲットしました。8元お預かりいたします。これがあのおじさんが必要って言ってたやつってことやんな。やけどこの時間はもうカウンさんはおらん。代わりに各機ちゃうわ、裁縫かどっちや。普通に挨拶する。キ君、あ、各機やった。びっくりしたよ。お前と喋ったことなかったっけこの時間。本読んでるに決まってるだろ。何しに来たんだ。本読みに、嘘やけど。本読みに来ただけだよ。なあ、実は俺本に集中できてなかったんだ。ゲームといからのここをこと。もうでもそのお話終わったよ。もうクリアしたよ俺。クズエチに貸したってのかよ。違うよ、別のゲームといからだよ。ゲームといから、キ君まだなくしたゲームといからのこと考えてるんだ。 GTC あった？いや、見つかってない。もう見つからないんだ。それに総研はぬる盗んでないと思う。もうじ大丈夫かこいつ。自分で何とかするってどうやって。俺悪いことする。なこと俺に言うな。よくはもう俺と遊ぶな。なんで、もう教えられない。もうどうしようもないんだ。あ、なんでヨハンも欲しいもの何でも手に入るんだ。父さんが俺の借りを返すと思えばいいんだ。キ君は危ないことをしようとしてるみたい。何すんの。もうほっといてよ。みんな俺に言うことを聞いてほしいだけ。誰も俺のことを心配してくれない。キ君、実は俺、まだちょっと怖いんだ。もう行けよ。一人で本読むから。俺でも願いも終わってるよな、俺な。バイバイ。まあ、初めて。あ、なんか行ける。お、あれでもこの辺全部聞いたよな、多分な。ハン君のゲームトイからどうしてなくなったの。まあ、でも飛ばせないわ。はあ、先週あいつのどっからゲームトイからお金借りてきて。僕に内緒でハン君からゲームトイカラーを借りるなんて思わなかったよ。だから今教えてるじゃないか。昨日もうちょっと遊びたくて机の中に入れたけど忘れて掲げちゃった。朝クラスに来たらゲームトイカラー消えちゃって。いやでもこの話なんか聞いたことある気がするんやけどな。ゲームトイカラー教室でなくなったでもすまんな、お前の願いはもう
叶えてるはずなんだ。ちゃんとしろよ。緊張した。緊張マックスなってるけど。アルミニウム、どういう意味か知ってる？え、アルミニウム、よく人間の言葉をしゃべってよ。アルミニウム知らんか？分かったぞ。急にその顔。これは短時間で覚えられる営業の勉強法。あ、ほらこれやっぱ聞いたことあるって。これだいぶ序盤で多分聞いたよ。あの英語の方は持ってる。質問多すぎないか？まだあるね。全部聞いたんで。総研君の場所、ゲームコーナーの後で自転車に乗ってた。午後ゲームコーナーに。やんな。それでもうあったもんな。あの頃苦労してたわ。世界を前進させる金属。お前が言ってるあれに似て。聞けって。なんか時々聞くんが本当にきつ音なのか分かんなくなっちゃうな。いわゆるダズダズみたいだ。ヨハンから聞いたけど、少年級模型店の掃除のおばさんが子供に会ったら謎などを出す。あ、こんなところでヒントくれたんか。でもおばさんから俺もらったよな、それもな。バイバイ。時間経ってもうた。で、パンダなるものが結局見つかっとらんだが、パンダお持ちですか？パンダ？あ、ビデしんどいな。パンダってどこに売ってるの？雑貨店？って言われて、でも雑貨店に売ってないってことやんな。あ、無事な。これもこれで違うっぽいよな。特に誰にも会わない。サイドクエスト全部達成しよう思ったらほんま途方もない時間かかりそうやぞ。なんか新しいカウンさんの家。あ、カウンさんをまず俺一回捨ててたんか。 KEC、 あ、ケンタッキーもよかったよかった。これはこれでまた来てよかったわ。楽勝銀行は特になんもなし。少年級。あのお姉さんとか、ああ、もう時間経ってもた。あのお姉さんとかどうしてんやろうな。これでもう4時になるけど、ここもまだちょっとあれか、ブラブラを使うのはありか。もう一回雑貨店行ったのか。こんなに大変やとは思ってなかったよ。周りを見てみるけど、この辺はもう全部来てるもんな。獲得済みってことは何もなし。あ、なんか来た。遠くに3人道に立ちはだかっていた。まさかあいつらでは。え、真ん中分け何やったっけ。顔を上げると僕より背の低い男の子だった。太っちょともやしが彼の左右に立っていた。どっちも僕より高い。ああ、お前らや。あ、真ん中分けちび男でした。待てよ、どこ見てんだこれ。あ、共有一生のやつか。あん、ヒョウの兄貴が聞いてんだぞ、早く答えろ。緊張した僕。あ、そうだよ、生徒だよ。じゃあ、あのハンサム君の用途知り合い。兄貴、先にどうぞ。何これ、5本。ハンサム君の用途知ってるよな。あ、ハンサム君ってん、知ってるよ、クラスメートだよ。あ、なら代わりに金を返してもらうぜ。やつは俺たちから50元借りてんだ。何やって、聞こえねえのか。あーあー、もうちょっとお金があれば。よりによって50元ない。攻撃だ。もう我慢できない。僕はリュックに触った。何で攻撃する？胡蝶剣じゃないの？チョーク？みんなの味方、胡蝶剣。僕は胡蝶剣を取り出した。課金言うた。じゃーん、見ろ。何？
なぜお前が校長権を持ってるんだ。何年生お前ら。確かにこの件どっから来たんだっけ。それ持ってどうすんだよ。は、うん、天に代わって裁きよ。天に代わって裁きだと。あれ、じゃあこっち義賊の真似。義賊だと違った。じゃあこれでした。完全懲悪。違った。あれ、なんか出してきた。ガンボタレかかり。え、ご長男が襲ってきた。僕はとっさにリュックをかざした。奪え、リュックの中身すべて出せ。いや、それは困るで。カードだけは取らないで。カードだと、そのカードを奪え。え、マジ、何しろ言ってんねん。やれ、裕福なガキどもにも痛い思いさせてやるよ。やめて。真ん中はケチビ男、背の低い子が拳を振りかざし突進してきた。僕はとっさに目を閉じた。やめなさい。あ、お姉さん。ひょうくんやめなさい。あ、兄貴。あ、兄貴だ。は、あら、ひょうゆうくん、おうくん、ろくんなのかな。久しぶりね。き、お姉さん。お前らひるむんじゃねえ。は、はい。でもクリスマスカード取りましたよ。兄貴が。兄貴じゃねえ、あいつはただの裏切り者。ひょうくん、もうこれ以上校長だの名に傷をつけないで。お前に言われる筋合いはねえよ。お前が校長団を捨てたんだ。なんか話進んでる。ローラースケート場で人に靴を出しやがって、裏切り者じゃねえか。どういうこと。バイトやろ、バイト。こいつが貧乏人なら俺たちは指一本震えやしねえ。こいつが貴族とか言いやがって。言った。クソ、俺たちは貧乏人だぞ。あいつから金を奪って何が悪いんだよ。いや、悪いやろ。貴族の真似をする。この人たちは悪い人なの。悪い。やっぱり悪いかな。それにお金を借りてるだけなんです。ないないない、必ず返すって兄貴が言ってました。ひょうくん、道は人が歩いてできていくのよ。急にどうした。シューズ出しがそんなに恥ずかしいこと。たとえ靴磨きでも正しい道を歩いてるの。間違った道よりマシだわ。正しい道、うちの両親みたいに正しい道を歩いて工場が倒産しても王の親父みたいに家のもの全部売り払って飲みすぎて息子を殴っても兄貴、親父は正しい道もクソもねえよ。じゃあ聞くわ、あなたたちとそれから両親にも。両親、あんたたちの両親がこんなに苦しんだのは一体誰のため。誰のためだろう。お、はい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 。いや、押せるか今の。誰のためだ、仮のためだよ。他に何があるんだ。それはあんたたちでしょ。あんたたちがお金を求めてるの。俺らはあんたたち自分の快楽のためだけど、両親はあんたたちのために苦しんでるの。そんなわけ、てん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 なわけ。お金のためだって言うなら、そのお金はどこに行ったの。買い物買ってあんたたちの学費払って、なのに結局あんたたちは毎日サボってるだけ。俺ら、私と一緒に校長団を作ったのは何のため。サボるため。一緒に作ったん。正義をかざし弱気を助けるためでしょ。後から入ってきたやつらとかじゃなくて、あいつら立ち上げメンバーなの。生徒は何、義徒は何。人を助けるのが正義なのよ。自分のことばっかりで両親をほったらかしとして、何が校長だんよ。はあ、なんかわからんけど刺さってるらしい。これからお金がなかったらローラースケート場に来て私が出すわ。何しろあの時あんたたちの世話したの私だからね。あ、姉貴。ううー、姉、お前。姉貴をお前呼ばわり。わー、きお姉さんって責任感強いな。感心してる場合か。姉貴、俺らは金はいりません。その気持ちとその恩、それだけ受け取ります。俺は兄貴、約束します。ひょうくん、なんか知らんけどうまくいった、うん、でもやっぱり別の道を探します。あれ、時代が変わったんです、兄貴。あ、ダメやった。こいつらが兄貴で呼んでくれる限り面倒見なければ。兄貴、ややこしい。なにこれ。いいわ、わかった。もういいよ、りょうち。まあ俺そもそも関係ないやろ。さ、自分のものを取り返しなさい。あ、
返してカード。僕がなんだ。あ、ほれ。リック投げ返した。いや、リックの中カードだけやったわけじゃないんやけどね。彼は僕に背を向け手を振った。お前、誇張金を大事にしろよ。な、あばよ。何その捨て台詞。三人は去っていった。はあ。あの子たち、何も変わってなかったのね。私が勝手に悪く思っただけだったわ。ところでその誇張券どこで手に入れたの？いやもう覚えてないわ。でももう大丈夫よ。持ってて。ありがとう。そうだ、りょうちんは？あ？お金に困ってない？え、くれんの？困ってるなら、明日の朝うちに来て姉さんがあげるから。あ、じゃあ帰るね。サボってるのがオーナーにバレたら言及されちゃう。サボってんのかい。何かあったらローラースケート場に来て。いい？はい。バイバイ。戻っていった。突然風が吹き抜けていった。その一言いる？あーでもなんかいけた。不良つけるやつ。あらら、偶然。偶然いけることもあるのね。やったぜ。あ、やっぱ何時にどこを歩くかとかが結構ポイントってことやんな。それはむずいわ。ここら辺はもう全部行ったもんな。特に誰かに会わなければ何もなさそう。あ、お金じゃないこれ。あ、ちょっと待って。あ、ちょっとお金、お金そこ右バカ。これ五角 0.5 元なのね。そんなこともあるんや。意外や意外。そういうお金のため方も存在するやつ。でも時間むずいですね。で雑貨店に来てもパンダなるものは売ってないね。おばちゃん、やっぱここで手に入れるんじゃないってことなんかな。雑貨店の前も誰もいない。むず。いやーでもなんだかんだでちょっとサイドクエストうまくクリアできたぞ。ラッキーパンチで成功したサイドクエスト、多分これはね不良をやっつける、これがいけたので、雑貨店でパンダを売っているらしいって書いてるけど売ってなかったよ。よし、メインクエストはちょっとあんまり進まなかったけど、サイドクエストが進みつつお金も多少増えたので、ああこの感じでまた次回プレイしていきたいと思います。ほんまにクリアできるんかな。それではまたよろしくどうぞ。